こんにちは。南都銀行シューティングスターズの監督をしています、樋口です。よろしくお願いします。まずは、医療従事者の皆様、自らのことを顧みず、医療に従事していただきありがとうございます。患者の皆様のことはもちろん、私たちにも勇気や感動を与えてくださり、本当に感謝しております。くれぐれもご自身のご健康にもご留意くださいますようお願い申し上げます。この見えない敵であるコロナウイルスは、誰もが感染する可能性があります。よって自己責任、そして個人の尊厳を守り、互いを大切にしていく必要があると思います。だからこそ自身の行動は、スポーツマンシップの一つである規律を守る鍛錬、そして今こそ発揮する時だと捉え、自分の努力こそがチームのため、ホッケーに関わる皆さんのため、人類のためと紐づけ、すべての皆さんを大切にすることにつながると考えていくべきではないでしょうか。良識が本当に大切なスポーツ、ホッケー。それを楽しむ一人として良識を持ち、自分の努力、自己責任が皆さんの幸せにつながることを信じ、コロナウイルスと戦ってまいりましょう。一人はみんなのために、みんなは一人のために、頑張っていきましょう。ありがとうございました。それでは次に主将のハヤトからコメントを申します。キャプテンの早戸和樹です。まず、コロナウイルス感染拡大における医療の最前線で自身への感染やさらなる感染拡大への恐怖やストレスと戦ってくださっている多くの医療従事者の方々へ感謝申し上げます。ありがとうございます。当たり前だった日常が一変し、先の見えない中、今日という日を迎えることができているのは、医療従事者の方々をはじめ、皆様のステイホームの結果だと思います。収束の兆しはまだ見えませんが、明るい未来のために、全員で力を合わせて過ごしていきましょう。次は、副キャプテンの西永優衣です。副キャプテンの西永優衣です。私たちは自粛期間中、交代勤務で銀行業務に励んでおりました。銀行が提供する金融サービスは、地域の方々が生活していく上でなくてはならないものであると改めて感じ、より地域の皆様のお役に立ちたいと強く思いました。そのような多忙な中でありましたが、私たちの本業はホッケーであることを忘れず、各自で自分自身に必要なフィジカルやスキルを強化させるトレーニングを行っておりました。規制が緩和されたことでチームの練習が再開され、仲間と共にホッケーができる楽しさを身に染みて強く感じました。この思いを忘れず、予防の徹底に努め、今後も練習に励んでいきたいと思います。今はお互いに限りのある環境の中での生活となり、本当に出口の見えないトンネルの中にいるような気持ちになると思いますが、皆様への一筋の光をお届けできるよう練習に励んでいきたいと思います。規制が緩和され、ここからが本当の勝負だと思います。今まで以上に手洗いうがいの徹底をしていきましょう。私たちの粘り強く気迫あふれるプレーが応援してくださる皆さんの明日への活力になれるよう、今後もシューティングスターズチーム一丸となって頑張っていきたいと思います。医療従事者の皆さん、ホッケーファンの皆さん、みんなで助け合い、この状況を一緒に乗り越えよう。